ハーバー・ボッシュ法、ハーバー・ボッシュ法、ハーバー・ボッシュ法、ホバー・ボッシュプロセス、または単にハーバー・ホー、ホーバー・プロセスとは、鉄を主体とした、触媒状で水素と地素の超臨界流体状態で直接反応させる、下の化学反応式によって、アンモニアを生産する方法である。窒素化合物を作る上等手段であり、現代化学工業の一機関である。 右写真のフリッツ・ハーバーとカール・ボッシュが1906年にドイツで開発した。ロイナ工場で実用化されて、合体から肥料を生産した。それまでは、ユストゥスフォン、リービッヒの理論に基づき、地理小石等を用いていた。現代の工業科学では、メタンから不均一軽触媒を使って単離された、水素と大気中の窒素等を反応させて、アンモニアを合成している。 まず、メタンを生成して、触媒を出荷させる、養分を除去する。薬摂取鮮度で生成したメタンを酸化ニッケルを触媒として、水蒸気と反応させる。これは、水蒸気解質と呼ばれる。水素量に対応する、化学量論量の窒素を含有するだけの空気を、加えて、水蒸気解質で残存したメタンを酸化させる。水素の一部も燃焼する。いずれも、 大きな発熱反応であり、発生した熱、およそ摂取鮮度に達するを利用して、水蒸気解出に用いる高温高圧の水蒸気を得る。高添加率と高い反応速度を両立するため、FECR 系触媒と CUZN 系触媒を用いた2段階の水性ガスシフト反応によって、1酸化炭素と水蒸気から2酸化炭素と水素を得る。 本反応は平行反応であるため、濃度0.5%程度の一酸化炭素が残存する。炭酸カリウム水溶液により二酸化炭素を除去する。生成した炭酸水素カリウムは最小等で炭酸カリウムに再生される。混合気体はメタンカロへ送られ、ニッケル系の触媒を用いてアンモニア合成反応で、 触媒毒になる一酸化炭素を午後10時以下までメタン化により除去する。最後に二重促進鉄を触媒としてアンモニアを合成する。初期の合成実験では約、約摂取鮮度で行われていたが、現代の量産プラントでは25から3十ンパ、約摂取500度で反応させ、触媒を通した後アンモニアは引く、摂取33度程度まで冷却され、 液体の状態で排出して適当な平行定数を維持する。未反応の水素と窒素は循環し再び触媒床に通される。ハーバー法を成功させた鍵の一つは化学平行を有利にし、かつ高い反応速度を得るために必要な高温高圧反応装置を開発できたことであり、もう一つは反応を促進する触媒を開発できたことであ。窒素分子は 非常に強い窒素原子間結合を有しており、その解離には大きな活性化エネルギーが必要となるため、極めて反応性に乏しい。実際、多くの場合、不活性ガスとして取り扱われる。したがって、窒素解離の活性化エネルギーを低減できる、触媒の開発が極めて重要であった。ハーバー、ボッシュによる、この方法は、水と石炭と、 空気からパンを作る方法とも言われた。パンの原料である小麦をはじめとして農作物を育てるには窒素分を含む肥料の十分な供給が不可欠だがその窒素を供給する化学肥料を生成するのにハーバーボッシュ法が使えるためこの方法の発見によって農作物の収穫量は飛躍的に増加した。化学肥料の誕生以前は 単位面積あたりの農作物の量に限界があるため、農作物の量が人口増加に追いつかず、人類は常に貧困に悩まされていた。しかしハーバーボッシュ法による窒素の化学肥料の誕生やカリン酸石灰によるリンの化学肥料の誕生によりヨーロッパやアメリカでは人口爆発にも耐えうる生産量を確保することが可能とな。しかしこの方法は同時に平時には肥料を 戦時には火薬を空気から作るとも形容され、爆薬の原料となる硝酸の大量生産を可能にしたことからその後の戦争が長引く要因を作った。例として、この方法でドイツは第一次世界大戦で使用した火薬の原料の窒素化合物のすべてを国内で調達できた火薬、爆薬等参照。本法によるアンモニア合成法の開発以降、 生物体としての人のバイオマスを従来よりも、はるかに多い量で保証するだけの窒素化合物が、世界中の農地生態系に供給され、世界の人口は急速に増加した。現在では、地球の生態系において、最大の窒素固定源となっている。さらに、農地生態系から直接間接双方の様々な、形で、他の生態系に、窒素化合物が大量に流出しており、 地球全体の生態系への窒素化合物の過剰供給をも引き起こしている。この現象は地球規模の環境破壊の一端をなしているのではないかとする懸念も生じている。ハーバーは本邦の業績により1918年にノーベル化学賞を受賞したが第一次世界大戦中にドイツの毒ガス開発を主導していたために物議を醸した。 また、ボッシュは本法を応用した高圧化学反応の研究により1931年に同賞を受賞している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。